ただ練習してる人っていうのはラリーの時とかここに立ってこう来たボールをこうつなげるんよ。けどそれはね、試合のための練習じゃないからね。ラリー練習って聞いたらさ、ラリーやからなんかそれでいいみたいにみんな思ってさ、ただラリーしてるけど全然違くて、まあ、ちゃんと前やったら毎回こうパンと前入って打つし、まあ、後ろだったらちょっと下がって打つし、狙うとこもさ深く狙ったり甘かったらパンと打ち込んだり、試合と同じように やらんと全く意味ないからね。テニスポット。